皆さんこんばんは、ガーヒーです。今回もしょぼんなアクションやっていきましょう。今回でステージ4。俺の聞いた話が正しければ最後になるはず。バカ、やっぱなんかバカのテンションが別にって感じだった。よし、そうゆっくり行こう、ゆっくり。ああ、ジャンプの性能が、ジャンプが難しい。くそ。うい。危ねえ。こんちくしょう。ああ、これむずい。うわ。くっそ。なんで予測できたのに動けなかったんだって話になってきちゃう。よっしゃ。よし。もう騙されないぞ。ちくしょう。あれ、ああ、気になっちゃう。ああ、もう気になっちゃう。よし。よし。マジ俺自分の愚かさ。自分の愚かさだよ。でも、なんか進み良くない？うら。同じ、もうそうそう俺も引っかかってかないよ。ほら、もう。バレてるんですよ。ほら。あれ？軽くジャンプした方がいいのか。チキショな、さっき行けたのラッキーだったのか。自分のラッキーさ。今になって、後悔。ああ、そんなやついてないのに。よし。マジこいつが何のために冒険してんのかだけは本当に知りたい。こんな、そこに隠れボックス。ちくしょう。悪意だったな。悪意しか感じなかったな。いい。マジでさ、頼むよ。よし。で、ここね。背景に同化しすぎてて分かりませんでした。さすがに。あの雲野郎。あの位置に置くってことはもう悪意しか感じないね。よし。絶対なんか潜んでる気がするんだよな。ああいうタイミング測るの超苦手。昔いろんな人に言われたことあんだよな。お前はリズム感とかねえからみたいな。もうほんとそうだと思ってる。いや、知ってる。マイナスな要素を持って、まあ、人間ね、誰だったからね。よし。バレてんぞ。
同じ手には引っかかんねえぞ。あぶねえ、ここ落ちたらマジで。つうか、これここでいけるんだ。いけるっしょ。よし。うっせ。あ、そう。え、じゃあこれもダメ？ああ、ダメなんだね。はい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 。納得納得。大丈夫、大丈夫。で、これ多分落ちるっしょ、これ。これ下のね、とこ行こうと思ってんだよ。お、今炎が出てきたってことは、もうラスト近いね、これ。うん。ここはギリ大丈夫。ちくしょう。まさかとは思うけど、ここもダメ？ん？はい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 。わかりました、わかりましたよ。こういうことでしょ。こういうことだと思ってるよ。はい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 。ちょっと頭、今のジャンプはほんと不可抗力。よし。バッカ野郎！今フラワー出て一瞬やったとか思ったけど、そうでもないんだよ、これ。このゲームだと。無理ゲーじゃん、これ。どうすんだ。あぶねえ。あぶねえ、マジで。で、ここで来んだろ？ダメだ。ああ、そういうことか。オッケー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 。わっかりめして言う。わっかりめして言う。はいはい、こういうことなん。うぜえ。うぜえ。え、あれってもう全部ダメなパターン？こうでしょ？はい。もう持ってた。でももう分かった。マジでね、やっていくうちにね、徐々に上手くなっていってっからね、不思議な話だよね。いや、でも調子乗るとこうなんだよね。いや、けど今回いいペースなんじゃねえの？いや、我ながら。マジ、ボス。あ、行くか。どうすんの？もっと手前でいけるってことか。いや、これね、やってて思うんだけど、よし。いや、もう拾わね、もう拾わね。ボス倒す。あ、しかもそういうことね。今ので、さりげなくボスの動きを見た。しかもマジステージ2のあれ使ってきやがってよ。もうなんか意味わかんねえところで死んでっし。もう実況どころの詐欺じゃないよ、これは。でもラストが見えた。あの、つうかボスしょっぽ。今自分でいっぱいいっぱいすぎて気づかなかったけど、ボスしょっぽ。油断してたっていうか予想以上にしょぼい。
しよし。はい、積みました。はい、積みました。1、2、3、四つ目ね。はいはいはい。マジで人をコケにしやがって。つうか、ダッシュでいけんじゃねえのこれ。ちょっとチャレンジだな。よかった、中間地点があそこで。ギリ間に合わないんだね。いや、ジャンプすりゃいけんじゃないの。いや、ここはもう、引けないから、俺も。引けない勝負だから。つうか、あいつが炎出してんの？絶対嘘でしょ。こんな炎出せるキャラじゃないでしょ。トゲトゲの甲羅を持ってるやつじゃないと出せないよ。ちきしょ。やべえわ。同じとこで多分死ぬな、これ、俺。俺が一番苦手なパターン。ああ、やっぱね、寒い。手がかじかむね。ん？けど、いけそう。今分かっちったよ。分かっちゃった。謎は解けたわ。なあ、やっぱね。たまにはハテナボックスも役に立つじゃねえかよ。ハテナブロックか。なんかもしもボックスみたいになっちゃった。でもクリア見えた。クリア見えた。マジもう、この超魔界村の音楽はね、ダメ。超魔界村もね、越せないゲームの一つだったね。越せないっていうか、妖精のね、力借りないとあれも全クリできないみたいな感じだもんね。来たー。何今の、まっすぐなやつ。え？うわぁ、うざ。何あの、最後の難関みたいな。やっぱいたか。ダメだ。ダメだ、ダメだ。どうやって倒す？
どうやって倒そっか。どうやって倒す？やっちゃった。いや、なんか今心に迷いが生じてる。え、ここに来てクリアできないパターン？マジ？マジで言ってんのか？こいつ倒すじゃん。隠し武力とかあるっぽいな。マジこのゲームにどんだけ考察してるんだ俺。でもそうしないとアゲルがクリアできないもんね。無理ゲーだもんね。いや、もしかして無理ゲーってうちもありそうだけどさ、これこのいやらしさから考えるに。いや、それでもさ、クリアはさせてもらいたいよね、こちら側も。いや、今のはもう手が完全に滑った。あ、手が滑るってどういうことだ？いやー、もう、テンションがおかしくなってくる、これやってると。ダメだダメだ。え、俺詰んだ？せっかく来たのに？ちょっとまあ全然わかんねえ。しかも降りられないし。よし。ちょっと今日はギブアップだな。いやー、なんで、どうすりゃいいのこれ。積みゲーなんです。ダメだ。ちょっと、全然わからないんですけど、これ、最後がどうなるのか。最後がどうなるのかって、これが最後なのかな。いやけどクリアできないなんておかしくないか。だからなんかありそうな気がすんだよなみたいな感じで、今日はこれで終わらせ
たいと思います。いやー、すげー頑張ってここまで来てさ、あれだったらちょっとさすがにね、いやけどありえんだよな。散々やられてっからな。いやでもこれすげえ盛り上がる。っていうことで、今回はこんな形ですが、みんなもすっきりしないけど、俺もめちゃくちゃモヤモヤしてるけど、今日はこれで終わりたいと思います。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。